皆様こんにちは、愛です。本日はですね、ちょっと期間が空いちゃったんですけども、こちらパンパンになりましたので、使い切ったものをご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ちょっと数があるのでパパパパッといこうと思います。お化粧品で使っていたもので使い切ったもの、もう終わったって言ってた、こちらのメイベリンのエイジリワインドのコンシーラーですね。まあ、ハイライト用に使っていたんですけれども、ちょっとこのライトっていう色だと私あんまりハイライト感を感じなかったので、今新しい色でピンク色のを使ってるんですが、すっごいお気に入りです。もともとこちらはすごく気に入っていたので、よりねハイライト感が出る色を買って、とっても気に入って使っています。これはね、多分今後もずっと使っていくと思うんですけれども、まあ、これをね頑張って使い切ったんです。嬉しいですね。でね、なんかこれはもしかしたら不良品だったのかなっていうのを今新しいの買って気づいたんですけど、こう回すとここから出てきちゃうの、横から。だから、あ、これもしかしたら不良品だったのかもと思いましたが、これを1本使い切りました。 NYX のデューウィーフィニッシュのセッティングスプレーですね。お化粧終わった後にシュッシュッシュッとするスプレーも1本使い切りました。今日ね、最後のね2プッシュぐらいをね、なんかシュッってなんかあんまりかかんない状態で使ったんですけれども、使い切りました。これはね、まあ、リピしようかどうしようかちょっと悩んでいます。というのはあんまりね量が入っていないような気がして、他にもいろいろ試したいセッティングスプレーがあるので、これはちょっとそのいろいろ試した中で良かったなと思って戻りたいなと思ったらリピするかなっていう感じなんですけど、今ね MAC のねフィックスプラス使ってるので、全然ね値段は違うんですけれども、プチプラでなんかいいものが見つけたいなと思っているので、また冒険してから戻るかもしれないというものになっております。コンタクトを2つ使い切ってます。まあ、これは普通の透明のコンタクト、プロクリアワンデーっていうやつの30枚を使い切ったのと、フレッシュルックデイリーズっていうカラコンですね、色はピュアヘーゼルを1箱使い切ってます。メイク関係で使っていたというか、まあ、メイクじゃないけどね、カラコンとかねまあ以上かな。あとは全部ケア用品になります。コンタクトをご紹介したので、コンタクト用の乾かないような目薬ですね、ロートシーキューブ、一番安かったから買ったって言ってたやつを使い切りました。まあもうね、乾くから目が乾くのでないと困るから、アメリカでつい最近買ったものを使ってるんですけれども、まあこのぐらいでちょうどいいよねっていう感じです。もっとねトロッとしたのでもいいかなとはちょっと思うんですけど、ネイチャーメイドのヘアスキンネイルズっていうやつのグミ一瓶食べきりました。150個入ってて朝晩食べているので、まあだいたい75日分ぐらいなんですけれども、なので2ヶ月ちょっと食べれるので、まあ強くなる、これ本当に強くなったな、ネイル強くなったなとは本当に思うから、まあもう継続して食べてます。ラウソリューションズのキシリホワイトかな、あのトゥースペースト歯磨き粉1本使い切りました。これはハーブで買えるんですけれども、まあ歯を白くなるよなんていういい口コミがあるんですが、ごめんなさい、とってもガーデナーさんがいる、どこのお家かわかんない、ちょっとうるさいかもしれなくて申し訳ないんですけども、このまま続けていきますね。うん、私にとっては特に何の仕事もなかった、ただ歯を磨けるジェルだったんです。すごい歯黄色いの気にしてるんだけど、もともとが黄色いのでステインで黄色いわけではないんですね、きっと。着色になるようなもの食べないから、ワインとかも飲まないし、コーヒーも飲まないし、タバコも吸わないし、まあ、強いて言うならちょっとお茶を飲むぐらいなんですけど、もうね、もともとが黄色いので、こういったもので頑張ってホワイトニングって言っても、もう基礎が黄色いから、そんなに変わらないんだなっていうのに気づいて、てか気づいてたんだけど、気づかないようにしてたんですね。嫌だから、白くなりたいから。まあ、いろいろホワイトニングのある歯磨き使ってますけど、あんまりもしかしたら今後も変わらないのかなと思いながら、まあこの前ね購入品でご紹介いたしましたベーキングソーダ入りの歯磨き粉をまた出して使い始めているので、まあそれもね特に大きな変化を感じないんですけど、継続してまあホワイトニングはね常に続けていきたいと思っております。ステインするようなものを取らなかったとしても、日々のちょっとしたことでもつくのね、もちろんね、これじゃなくてもいいかなって思って
ターゲットで買えるしね、ベーキングソーダ入りのやつは。これはまだリプリはなく使い切ったという感じです。これはもういつも出てきますね。アクアファーのリップリペアですね。ないと困るやつです。なので新しいの出して使ってます。冬になってきてね、だいぶね、乾燥してきたので、去年の1月とか、ここバキバキに割れてたから、もう今からもうぬり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 しておりまして、これだけじゃなくていろんなリップをそこら中に置いてあってぬりぬりしているので、今年は結構健康的なリップで過ごせてます。これね、アイハーブでも買えるんですけど、アイハーブよりもウォールマートの方が安かったので、私は今ウォールマートで買ってるんですが、とても口コミもいいと思うんですけれども、一部にはなんだっけな、プラスチック臭みたいなのがするみたいなことも書かれている方がいるっていうことで、どうですかって聞かれたんですけど、これがねプラスチックなのかなーっていう香りですね。私これはもう香りとかそんなことよりも効果がすっごい良くて気に入っているので、匂い全然気にならなかったんですね。匂いよりもこれのもたらしてくれているリップを整えてくれる効果の方のがよっぽどいいのでということで、匂い全然気にせず使えていますが、まあ、確かにちょっと塗ると違和感はあるかなっていうぐらいです。ちょっとわかんないよねこれ、ごめんなさい。ネルソンズのピュア&クリアというアクレトリートメントジェルですね。これ使い切ってます。一時期ね品切れになってたの、なのでどうしようかなと思ったんですけど、今私が使っている基礎の化粧、基礎化粧品ですね、スキンケアのプロダクトにアクネケアラインっていうのが出たんですね。でそこから洗顔とクレイマスクとモイスチャライザーと、こういうポイントに塗る、ここに今あるんだけど、塗るこうジェル、もっとね半分の量なんだけどね、が出てて、まあ一回使って試してみようかなと思ったので、そっちのジェルを一回買ってみたんです。で今使ってます。変わりはないんですね。ただ量が半分で値段は同じぐらいなので、違う、値段も倍ぐらいなんですけど、1本使ってみてどう違うのか、もっとちゃんと確かめてから、使い始めたのもつい最近だから、これからどっちにするかっていうことを考えていこうかなと思ってます。まあだんだんまだこれを使っているので、もしねそれがなくなってやっぱりこっちの方が良かったなって思った時は、旦那が使っているのをもらって、使っていて2人で使い切ったらまた新しいのを購入しようと思います。アクネケアだからストライレックス、もういつも通りですね。これは1箱使い切ってます。1箱、1コンテナで、これは70枚入りの大容量版だったので結構長く使いました。今新しいの出してもう1個あるので、70枚入りの増量版が結構あります、まだストックが。ただなんとね、最近赤い方を使われている方とかにもいろいろ教えてもらっていて、なので、まあ、赤に変えてもいいかな、もうちょっとサルチル酸のね濃度が高いものに変えてもいいかなと思っているので、この青いのあと2箱あるんですけれども、それ使い切ったら赤に挑戦しようかなとは思っております。ちゃんと綺麗に使えてないように見えるんですけど、ナウソリューションズのビタミン E オイルですね。これは 23,000IU、 ビタミン E が 23,000、まあ、含有されてるっていう形なんです。その単位だけなんですけど、どんな感じなのかよくわかんないんだけど、まあまあまあそういうビタミン E の含有量ですね。今もっと高いやつ7万 IU かなっていうのを使っているんですけども、もっとトロッと、これよりももっともっともっとトロッとしてるんですね。これはねスポイト式ね、使いやすかったんですけど、匂いがなんかね香ばしい匂いがするの、ほんと香ばしいっていう香りがするんですけど、なんでこれも匂いは嫌いじゃなかったし、中身も嫌いじゃなかったんですが、もちろんね含有量が高い方のがよりいいなと思ってそちらに乗り換えたので、まあよっぽどのことがない限りは戻らないとは思います。大のお気に入りですね。アンダローのクレンジングフォームを1本使い切ってます。今1本新しいのを出して、ストックはないんだけれども、もう朝の洗顔絶対これなので、もうずっと使い続けていきます。本当に好きです。綺麗に洗えるんだけど、さっぱり洗えるんだけども、油を根こそぎ取りすぎなくて、洗い上がりはしっとりで、とってもねいい気持ちなので、これは朝ずっと使っていこうと思っています。11月の購入品でも出てきていると思うんですけれども、フランデラッシュ、まつげ用の美容液を1本使い切っております。これないと困るやつなので、もちろんずっと使ってますが、ちょっと高いのが難点。これ6ヶ月用なんですね。で6ヶ月でその値段ならまあ普通かなっていう値段なんですけど、1回で買おうと思うとちょっと高いかな。
とは思うんですが、もうとにかくこれに助けられておりますので手放せない商品になっております。オーラグローのローズです。これはお風呂で使っていたのでちょっとよく汚くて申し訳ないんですが、マッサージオイルと、コンディショナーに混ぜて髪にも使っています。だいたいね1日おきにボディマッサージしてたんですけど、寒くなってきてすっごい乾燥してくるので、このお腹というかお腹と背中の周りっていうの、腰とかがすっごい痒くなってきちゃってボリボリかいちゃうんですね最近。そこだけは毎日オイルで保湿してからお風呂出るようにしていますので、今までよりも使い切るペース早くなるかなとは思うんですが、もう大好きです。匂いも大好き、とにかく大好きな商品です。バス&ボディーワークスのジャパニーズチェリーブロッサムのフォーミングスクラブですね。泡が立つ方のスクラブです。体用のボディ用のね、これもね好きなんです。匂いがだけど、泡が立つ必要は私あんまり感じてないから、泡は立たなくてもいいので、まあスクラブができればいいかなっていう感じですね。今はスイートピーの香りを出していて、そっちは泡が立たなくって本当にしっとりもっちりするタイプなんですね。なので冬はやっぱりそっちの方のがいいですね。これはねちょっとねさっぱりするから、今使っている方のが使用感は好きだけど香りは絶対にこっちの方が好きです。ラプレックスですね。これはヘアパックになります。週に1回の集中ケアのヘアパックです。1回で 15ml ぐらい使うって書いてあるんですけど、まあ私の手で1杯分ぐらい取って毛先になじませてっていう感じですね。新しいのを出してまた使っています。メラノ CC のマスクですね。こういう箱に入っていて20枚入りだったかな。これものすごい良かった。これはねもうね常に持っていたいぐらいすっごい良かったんです。香りが柑橘系のすっごい爽やかな香りがして、爽やかなパックなのかなと思うんですけれども、使用後はものすごいしっとりもちもちになって、翌日のこのお肌の感じとかも全然違うんですね。もうすっごい良くて、マスクの大きさも顔に合ってたっていうのもあったりしてすごく好きで、これでも日経マーケットに置いてないんですよ。で買うとしたら、こっちで買うとしたら多分 Amazon とかそういう系統になってしまうんですけれども、日本でねいくらで売ってるのかを知っていると Amazon が結構高くって、オーダーする気にちょっとなれなくってっていうのもあって、すっごい好きでもう常にストックしておきたいんだけれども、オーダーはしていません。なので日本に帰った時に大量に買って帰ってこようかなって思ってます。それぐらいもう毎日使いというか、まあ、私1日おきにしかマスクしてないんですけど、いわゆる通常使い用のマスクとしてはもうこれピカイチだって私は思って、ルールンプレシャスホワイトずっと使ってるけど、それももちろん好きなんだけど、これのがもっと好きだって思ったぐらい、これが本当に良かったですね。香りもまず良い。あーいい匂い。あの柑橘系のすごい爽やかな香りがして、それもすごく気分が良くなるしね。こんな爽やかだから、爽やかでそのなんか保湿足りないのかななんて思いきや、もうそんなこともないっていうのと、もうね全部が好きで、メラノ CC だからビタミン C が入っているものになっているので、まあ、美白とかシミとかそばかすとか、まあそういったものにも効くし、トーンアップもすごいする。使い終わった後のトーンアップ感もとってもいいです。もうとにかくこれは大好きだし、これすっごいおすすめします。私も視聴者様に教えていただいたんですけれども、愛さんありがとう、ありがとう、本当にこれすごくいいですね。コスパもとってもいいと思う。多分安いところで買うと1000円もしないので、20枚入りでね。私ねこれ楽天で買った時は、まあ、セットで買ったんだけれども、単体で売ってるところでも安くて700いくらとかで売ってたので、コスパもすっごいいい上にもう効果もとっても良かったので、これ最高じゃんと思って、絶対に日本帰ったらいっぱい買ってこようと思っている一つです。なくなったのが悲しい。あとはいつも通りですね、基礎の化粧品、スキンケア用品とシャンプーリンスになるんですけれども、トーナーですね。お化粧水が1本ありました。ナイトクリームとデイリーモイスチャライザーっていう夜と昼用のモイスチャライザー、こっちが夜用で
こっちは昼夜兼用でどっちにも使っていいんですけど、まあ夜用があるなら私は夜用は夜に使って昼はこれだけっていう形にしているんですけども、これが1本ずつありました。クレイパックですね。ミントのクレイパックです。これが一つありました。今はここの会社のアクネケア用の用品が出てきて、先ほどもお話ししたと思うんですけれども、それのマスクを買ってみたので使っています。シャンプーが2本、今ね旦那と一緒に使ってるから多分ちょっと多くなってるんだけど、シャンプーが2本でしょ。コンディショナーが1本、ボディシャンプーが3本入ってました、まあ、2人で1ヶ月ちょっと使ってこんなもんなのかなっていう感じですね。旦那があんまりコンディショナー使わないでしょ。旦那はでも朝晩お風呂に入るからシャンプーとボディシャンプーの減りはちょっと早いんですけど、そんな感じですね。以上がこちらのバッグですね。今回いっぱいに溜まった使い切りの商品となります。まああんまりね変わり映えのないものがいっぱい出てきたかなと思うんですけども、ということは私とっても気に入って使っているものということですね。はい、今ねもうちょっとで終わりそうだなっていうお化粧品とかもちょこちょこあって、うん、まあお化粧品、うん、だね、うんうんうん、アイライナーとかなんですけど、まあ、ちょっとね頑張って使っていこうかなと思っております。まあ、スキンケアとかはねどうしてもね毎日使うものになるので、いつもいつも同じものが出てくるかとは思うんですけれども、とにかくねもちろん私買い物大好きだからお買い物していろいろと新しいものもどんどん増えていくんですけれども、持っているもので使えるものはどん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 使っていって、そこが見えたとか使えたっていう喜びをね今後も味わっていきたいと思っております。今日はねビデオをね実はこれで4本目なんですけど、4本じゃないな 3.5 本っていうのかな、なんですけど、なんかちょっと喉がガラガラしていて変なテンションだったかもしれないんですが、今日はねよく頑張ったな自分っていう感じです。他のビデオでも話してると思うんですけども、今日はみんな病院に定期検診に行っておりますのでいないっていうのもあったり、で明日からビログマスを始めるっていうのもあって、そのビログ以外のビデオをもうちょっと取りためておこうかなと思いまして、ちょっと頑張ってみました。結構まとめて撮る日です。ここ数ヶ月は1回で2本ぐらいはまとめて撮るんですけど、こんなにまとめて撮ったのは初めてのことだったので、ちょっとね途中で何を話してるのかがわからなくなってきたりとかもしてるんですけれども、まあねそれも私らしいかなと思ってます。ちょっとね分かりづらいところもあったかもしれませんが、お許しくださいませ。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。